コメント読みのコーナー、パチパチパチ。できたらコメントコーナーに出してください。シエルさんとパチシューさんはぬいぐるみを持っていますか？だって持ってるよ。私の大好きなセーラームーンのルナっていうぬいぐるみいっぱいあるよ。へえ、俺は持ってない。でもキレキレしとかないとかゆいかゆいになっちゃうからね。俺は持ってない。僕にはこんな力があったのか。僕が不気味だなって思う人はチャンネル登録と高評価お願いします。皆さんどうもパッシューです。ちゃ、皆さんどうもシエルです。ちゃ、シエル。何？買い物行こうよ。買い物。何買いに行くの？考えてなかったね。買い物にただ行きたいだけなの？バナナ買いに行こうか。じゃあバナナ、いいよ。バナナ買いに行こう。行こう行こう。バナナバナナ、スーパー早くできないかな。ここにいいね。あんなとこに子供。うわ、赤信号なのに危ない。危ないよ。おい、聞いてる？危ない。うわ、なんだあのムキムキな人。だ誰？え、誰だ？ええ、ちょっと待って。今一瞬顔見えたけど誰だった？知らない。ガネオくんだったよ。え、ガネオくんだったよ。そんなわけないじゃん。ガネオくんあんなムキムキじゃないし。まあそうか。大丈夫？君びっくりして動けなくなっちゃってるから抱っこだけし。はいはいはい、じゃあここ置いとくからね。気をつけてね。いやあれ絶対ガネオくんだったと思うんだけど。いや嘘だ、変なスーツ着てたし。そうかな。わあ、火事だ。シエル、船が燃えてる。やばい、助けに行かないと。やばいやばい、大丈夫？見て、上の方にちっちゃい女の子がいる。見える？どこ？本当だ。なんであんなとこにいんの？大丈夫？大丈夫？でも俺ら上がれないな、これ。どうしよう。どうしようどうしよう。あ？スーパーマンじゃん。あれだ、やっぱり。ちょっと君、ちょ君。飛んでちゃった。いや絶対ガネオくんだったよ。また。いや、ま、なんか顔はガネオくんっぽかったけど、そんなことある？いや俺はやっぱりガネオくんだと思うわ。いやそんなことないよ。バナナ買って帰るよ。いや燃えてるよ。これ消防士連絡して。うん。オッケー。オッケーってなんだよ。してよ。では消防士に。あ、もしもし、火事です。そう、船がファイヤー。今ので伝わった。オッケーオッケー、大丈夫？伝わった。うん。わ、シエル。うん。なんかあのこの前のさ、ガネオくんに似た人ニュースでやってるよ。何？最近の事件を立て続けに解決してるというヒーローみたいな存在、それはあなたで間違いないでしょうか？はい、間違いありません。僕の名前はスーパーガネオです。スーパーガネオ。いや違います。はい、スーパーガネオです。変わりましたね、ちょっと。スーパーガネオさん。スの後ろに伸ばしはいります。スーパー、あ、スーパーガネオさん。なるほど。その体型、すごい筋肉ムキムキで、かなりすごい体型だと思うんですけど、それは生まれつきですか？いえ、まあきっと生まれつきだったんでしょうけど、この力には最近気づきました。本来はいつも小さい体でいるんですが。なるほど。はい、もう最近はこの方がいいかなと思って。ヒーローですね。ちょっと被らないで。ごめんなさい、すいません。で、何ですか？もう本当にヒーローですね。そうですね、私がヒーローです。このパチシエタウンを守るべく活躍されてるヒーローのスーパーガネオさん、今後の活躍にも期待しております。なんで笑ってるんですか？笑ってます？いや、笑ってないです。まあでもこの力、最近気づいたんで、この力があれば世界に平和と秩序をもたらせる。僕がいれば何でもできる。待っていてください、シエルさん。誰だろう。すごく気になる名前が出てきたところですが、一旦スタジオにお返しします。うわ、すごい、やっぱりガネオくんじゃん。ガネオくんだったね。どうしちゃったんだろう。あんなのガネオくんじゃないよ。でもガネオくんだからな。嫌な予感する。あ、待ってください、シエルさんって最後言ってたしね。うん、嫌な予感しかしない。隠れよ。おい、お前か。保育園を襲ってる悪者は。保育園を襲ってる悪者。俺だ。カッコつけるな。
倒してやる。お前みたいな奴がいるからいけないんだ。お前みたいな、お前誰だ。そんなヘナチョコには負けないね。俺の体を見てヘナチョコと思うのか。お前みたいな奴がいるから世界が平和にならないんだ。何言ってるんだ。くらえ。他にも仲間がいるんだろ。いない。いるだろ。この保育園の中にまだいるのか。痛い、やめてください。なんで片言になるんだ。いいから。もう痛いからやめてください。やめない。やめてください。やめない。痛い。まだ殴る。痛い。殴る。殴る。それはもう、どっちが悪者か、わかんないだろって。保育園の中にまだいるんだろ。わかった。くそ、どこだ。どこにいるんだ。くそ、この天井裏に隠れてるんだな。いねえじゃねえか。どこ行ったんだ。くそ、どこだ。この壁の中かもしれないな。どこだ。他にも仲間がいるんだろ。シエルン、どこ行くの次は。あ誰、大丈夫ですか。助けてくれ。どうしたの。とりあえず起こして。よいしょ、起きて起きて。大丈夫。すまない。何があったの。いや、ちょっと助けてくれ。保育園が大変なことになっている。保育園、なんで。まあ俺が悪かった、俺が悪かったんだけど、なんかすごいスーパーマンみたいなムキムキのやつが来て俺を懲らしめに来たんだけど、それでなんかヒートアップしたか知らないけど仲間がまだいるんだろうっつって、うん、保育園の中めちゃくちゃにして回ってんだけど、あれもうヒーローじゃないだろ。あれ止めに行かないと。あれガネオくんだよ多分。シエル、保育園ぐちゃぐちゃだよ。ぐちゃぐちゃだってシエル。え、本当に。え、ガネオくんそんなことするかな。行こう、とりあえず保育園に。シエル、うん、分かった。心配ありがとう。心配だな。あ、ガネオくんいる。いるいるいる。ガネオくん。ガネオくん。あ、シエルさん、何しに来たんですか。やっぱガネオくんなんだ。どうしたの。何がどうしたのって。え、その見た目よ。僕は生まれつきこの力を持ってたみたいなんです。え、覚醒したってこと。そう、僕は生まれつきのヒーローだったんだ。いや、ヒーローはわかるけど、いいことだよ。さっきも悪者を退治しましたよ。あ、うん、その人を見た。その人をボコボコにしてやりました。うん、ボコボコだった。悪いやつは全員ボコボコのぐちょぐちょのペチャペチャにしてやればいい。やっべえ、闇落ちしてる。やっべえ、これ闇落ちってんだぜ。バチ君、これ闇落ちってんだぜ。なんかあの正義を履き違えちゃった感じかな。履き違えちゃった。そうね、だってさ、ガネオ君も警察とかの仕事だから。それはね、警察なんて役に立たないだろ。で、なんか保育園壊して回ってるって聞いたけど。そうですけど、それよりシエルさん、ちょうどよかった。何。あなたに言いたいことがあったんだ。何。僕と一緒になりましょう。え、いや、ちょっと、あ、そういう、いや、まだいいかなみたいな。そういうのまだいいかなみたいな。え、結婚ってこと。いや、もう結婚とかそういうのももう凌駕してる。え、どういうこと。あなたのその開発の力と僕のこのスーパーパワーがあれば、うん、世界は平和にできる。確かに。だから一緒になりましょう。ね、パッと見はさ、聞いた感じ、まあいい感じだね。それはね。でも今のガネオ君とは無理だ。なんでですか。この力があれば悪人なんて誰一人いない世界が作れるんです。ガネオくんのやってることは恐怖で人を押さえつけてるだけ。そうだね、俺もそう思うよ。怖さでさ、ギュッてしてるだけだよ。そうだよ、力があるからって破壊衝動も抑えられずに何が人助けだ。破壊衝動、何を言ってるんだ。こちらこそ何言ってんですか。シエルさんは僕と一緒には来ないってことですか。はい。そうですか。あ、そうですか。わかりました。すいませんでした。帰ります。安心した。いつものガネオくんだ。そうだよ、そうそう。じゃあもう帰ります。ガネオくん。大丈夫だったかな、ガネオくん、あれ。まあ、俺らは正しいこと言ってあげたからな。言った、うん。なんか、いや、ヒーローはいいことだけどさ、あそこまで行っちゃダメだからさ。そうだね。あんなボコボコにして怖さで抑えるのはダメだよね。よくないよ。なんでシエルさんは分かってくれないんだ。こうなったらこんな街は全部破壊してやる。僕一人が世界を平和にできるんだ。こんな街壊してやる。ここも壊してやる。学校も俺が壊してやる。
まだまだどんどん壊してやる。あ、シエル、シエル、大変だよ、大変だよシエル。なに？町が。町？何？ガネオくんに壊されてる。え、ガネオくんこないだだって。え、見て、暴走してるよ。ほら、目の前の時計屋も。あー、壊れてる。あの、この綺麗な家も全部壊れてるよ。ひどい。これ、何、ガネオくんがやったの？多分。でもこの間反省してる感じだったじゃん、シュンってなって。いや、あの一瞬だったんだよ、多分。気持ちが抑えられなくなって暴走しちゃったんだよ。どうしよう、このままじゃダメだ。いい方法ない、シエル？なんかスーパーパワー手に入れられたりとかさ、ガネオくんと対抗できるなんかいい力ないの？スーパーパワーは手に入れられるかな。入れられるの？何があんの？この薬があるんだけど、うん、これ足りないんだよね。何が？スーパーな力が。スーパーな力？うん、みんなの高評価、チャンネル登録でもうちょっとスパイスを。なるほどね。あとコメントが、頑張れってコメントがあったら俺らもっと頑張れるね。そうだね、もうみんなこれにパワーを。高評価とチャンネル登録お願い。わっ、光ったよ。光ったね。これでいけんじゃない？いただきます。俺にもちょうだい。はい。これで強くなれるの？うわ、めっちゃムキムキになったじゃん。ちょっと、シエル、かっこいいじゃん、シエル。みんな、みんな、ちょっとパワーやりすぎじゃない？俺もかな。俺もすごいパワーだ。これだったらガネオくん倒せるかも。ありがとうね、みんな。よし、じゃあガネオくん探そう。行こう。うわ、シエルすごい、足速くなってるよ。俺らちょっと走ってみて。てぃ。おー、すごい、ジャンプしてみて。おお、ジャンプ力も上がってる。うおお、よし、このスーパーパワーがあればガネオくん倒せるね、多分。2人いるし俺ら。そうだね、探そう。よし、向かおう。どこ？え、知らないよ。え、知らないよ。まあ、じゃあ大体学校だろ。学校にいるかな。本当にいるだろう。いるかな、学校。まあ、いや、行ってみよう。いないかもしれないけど。いないと思うけど、多分。いたわ。いるやん、ガネオくん。ガネオくん、なんで遠回りする？それなんで遠回りする？ねえねえねえ、なんで遠回りした？なんだ、シエルさんですか？何しに来たんですか？ムキムキマッチョ、スーパーシエル、スーパーパチシュ、参上。参上。いや、それはわかるんですけど、何しに来たんですか今さら。君を止めに私が来た。来た。わあ、うわ、激しい、激しい。え、なんで？もう一回言って、もう一回言って。君を止めに私が来た。私が私たちが来た。そうですか。で、何ですか？だから止めに来たの。また暴れ回っていろんなもの壊してる。もうこんな世界いらないでしょ。人間なんてゴミだ。僕だけいれば十分なんだ、この世界は。僕だけいて何を守って生きるの？僕を守る。その思考はダメ。なんかダメ。いいから早くかかってこいよ。てーっ、そんな攻撃痛くも痒くもないな。てー、くらい。待て、ガネオくん、くらい。痛い。よし、うく、が、すばしっこいね。ガネオくん、すばしっこい。おらら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 らおららら、痛い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 。うわ、シエル、腕が、腕が、だ、腕がどうしたの？太くなっちゃった？腕が、小指の腕が。どういうこと、小指の腕がって。所詮、薬で手に入れた力なんてそんなものです。クソ、シエルもよくも。俺が倒してやる、ガネオくん。一対一の勝負だ。どうせあなたには倒せないです。行け、くれ。よし、わかった。この足の速さを使えば。シエル、応援とかないの？ダメか、気絶してんのかな。バカー、バカーに勝ってほしい。みんな勝ってほしいよね。じゃあコメントで応援しないと。バチ君頑張れないから。ありがとう、みんな。よし、くらえ。これでガネオくん、よし、倒した。ガネオくん、シエルが怪我しちゃったよ。やられた。ガネオくん、シエル怪我しちゃってるよ。あ、シエルさん、すいません。気持ちが高ぶりすぎて暴走してしまいました。あ、シエル、シエル大丈夫？苦しい、もう、もうダメ。シエル、
大丈夫だよ、俺が直すから。パッチくん、シエル、大丈夫だよ、俺が直すから。ごめん、もう限界みたい。限界？何が？大丈夫だって。今までありがとう。いや、なんだ、なんか最後みたいに言わないでよ、シエル、まだ頑張れるって。え？何今の？おなら？あ？おなら？あー！うわ！やっと出たー！え、何？ふぅ、これさ、薬の副作用でおなら出ないと苦しいんだよね。いやいやいや、紛らわしいな、おい。あー、すっきり。よし、いずれ戻るだろう、体もな。反省してね、ガネオくん。はい。じゃないとお仕置きだよ。あ、やめてー。くっさー、イエーイ。いや、シエルも悪者みたいになっちゃったな、最後。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。